今日は、まあ、このコバトレーナーさんに実際に僕が体験させていただくということなんですが、先にちょっとね見ていただきたいんですけど、長友選手だったり久保建英選手、はい、志田篤人さん、はい、中井選手、阿部選手、はい、その他にもたくさんいいんですよ、はい、ね、あちょっと良平もちょっと言っておかないと怒られるな、はい、どうかなねサッカーだけじゃなくて他のスポーツ選手、はい、池江さんとか水泳のうわ、ね、その他にもちょっとね紹介したらキリがないんですけど、はい、普通のねトレーニングだったらそんなのもうなす大介はもちろん余裕ですから、はい、その長友選手と久保選手がこうやられてた、はい、その中でも一番きついトレーニングを体験させていただこうということで、長友選手と久保選手が練習しているトレーニングを超えれれば、うん、もしかしたら日本代表のチャンスもあるんじゃないですか。チャンスもあるかもしれないですよ。これでも単発的に超えても意味ないから、継続性が大事ですからね。そうですね、ええ、はい、今回僕単発的に超えるだけなんで。よろしくお願いします。こんにちは、よろしくお願いします。今ちょっといろいろ聞いてたんですけど、はい、長友超え、はい、竹内さん超え、はい、いきますか？いきますよもう。自信ありげだもんね。自信あります。怪我だけはちょっとねしてもらいたくないから、はい、そこだけちょっとね、まあ俺もちょっと怖いんですそこが。あ、そんなに怪我をしないようにしていかなきゃいけないから、ちょっと体作りからしっかり作っていって、はい、竹内さんとまあ龍斗の、はい、トレーニングに近づけたと思ったらそこでバンとやります。あ、もし難しかったらちょっとごめんなさいだけど、はい、そこはギブアップやってちょっと体と相談したから。そうなんですよね、怪我をしない体作りがコバトレなんで。あ、わかりました、はい、視聴者の方で、コバトレーナーさんのそのトレーニングっていうのはどういう趣旨でやられてるのかがちょっとわからない方もいらっしゃると思いますので、はい、ちょっと自分はあの、まあ、FC 東京っていうチームで10年間、まあ、チーフトレーナーやっててですね、はい、まあ、基本的にはメディカルなんですけど、うん、まあ、その中でやはり怪我をしやすい選手というのはブレる選手が多くて、これも頭の軸、はい、とあとはその片足立ちをやった時にやはり腰を反るとか腹圧がかかってない選手ほどやっぱりパフォーマンスが上がりづらくて、うん、その腰の怪我が多いと、うん、でそれやっぱり子供のうちから腹圧をかける軸がブレないっていうのを作り上げたら本当にパフォーマンスが急激に上がったので、基本的にはこの体の軸作りですね。あとは連動ですね、はい、上半身と下半身の連動、うん、それがコバトレです。はいはい、早速よろしくお願いします、はい、じゃあアップからいきます、はい、なんで私がこうやってねいろんな方々に協力してもらってトレーニングを上げるかって、このパーソナルな部分で、はい、めちゃめちゃ大事だから、このトレーニングの質をこだわるとか怪我をしないでやっぱ長く続けてもらうっていう意味では今日はねかなり必見だと思いますよ。じゃあまずね、はい、ここに立ってもらって、はい、体幹のブレとかがちょっと分かるので、はい、どれぐらいの体幹の貯金があるかっていうのをこれで、これで分かるんですか？これは腸腰筋っていう引き上げる筋力を今見てるんですけど、はい、これがやっぱり引き上げが遅いと流れちゃうんですよ、はい、ね、1、2、3、4で、ここでウォーターバック持ちます。まっすぐ行ね、はい、よーい、はい、1、2、3、4、5、6、7、8、9、おー、オッケーオッケー、あの一般の人はこれいきなり無理なんで。あ、そうですね、はい、じゃあスピード15、はい、行きます。はい、ジョグ開始です。はい、13、はい、14、はい、15、そのままキープして、はい、キープしながら、はい、離します。はい、そのままキープ、これまで実感できた。なるほど、おいいっすね、いいっすね、いい走り、いい走り。最初は無理したけど、はい、今自分がスイッチ入れたので蒸れなくなって綺麗に走る方が、すごく分かりました。ここからぶれてないの分かりました。分かったでしょ、はい、じゃあここで一回スプリッチをね、はい、うわ、風、福尾選手とか優斗とか、うん、は柔らかいですか？あ、ね、ね、このつま先がね、はい、お手本のとこまで行くよ。えー、そんなに行くんですか？そう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 、めちゃめちゃ大丈夫です。体幹を見ます。ちょっとウォーターバックも用意してもらって安定させてくださいよ。はい、ちょっと待って、ちょっと待って、なるほど、ごめんごめん、あ、安定まだこれね、チェックじゃない、チェックじゃないですこれ、はい、いきなりトップアスリートのやつやっちゃう。待ってます、待ってます、10秒キープ、はい、離すよ、はい、はい、1、2、ドーン、えこれできるんすか？できる、できる、ええ、うん、
もう一回行こうか。はい、しっかり自分の中で腹圧をふっとかけながら安定して。よし、離すよ。はい、はい、1、2、3、4。うわー、くだー。大丈夫。これ本当に10秒いけんすか。10秒いける。軽いやつ、はい、軽いやつね。もっとスイッチ入れよう。そうっすね。ね、1、2、3、4、5、6、7。くそ、くそ、いや抜けた、抜けた。こういう感じでいい。はい。一般人。いくよ、息をふふだけなんで、いくよ、せーの、いくよ、はい、はい、1、2、3、9。10。よっしゃ、これは拍手するのかな。よっしゃ、わかりました。わかった。ちょっと今使い方がわかりました。1、2、3、8、9、10。おお、次もいきます。いくいくいく、使い方がわかりました。拍手されてるじゃん。1、2、3。やっぱこれはトップアスリートだ。トップアスリートだ。一回じゃあちょっとここは、はい、置いて、ぐらついたからインナーがちょっとあんまりないっていうところで、はい、じゃあ寝よう。はい、寝ましょう、寝ましょう。作ります。はい、この状態から息をふっと吐いて、はい、瞬間的にここでストップさせる。それで5回いきます。せーの、1。 OK、 はい、ちょっと行き過ぎだから、はい、この辺、はい、せーの、2。ここで、ここで、ここで一番きついところ。はい、ラスト、5。よし、 OK、 よしよしよし、はい、よーい、1。はいはいはい、オッケーオッケーオッケー、はい、はい、グーグーグー、はい、ラストね、はい、よし、はい、はい、入れてー。まだアップなんで。あ、これまだアップ、まだアップです。あ、アップだ、アップなんです。で、この後行っちゃいます。はい、アップなんです。はい、17キロまで上げるので、はい、で、15キロでパッと取ります。はい、で、そのまんま走り過ぎてください。はい、13、はい、重心、はい、このまま、はい、上手、はい、まっすぐ進んで、はい、上、はい、ちょっと先に見せといた方がいいかなと思ってるんですけど、はい、タキスターメニューをね、はい、中2からやり始めたトレーニングがあって、はい、で、傾斜をね、15% にするんですよ。だいたいちょっとした坂道です。結構ですね。ジャマイカの陸上選手って必ず朝のウォーミングアップが坂道出したんですよ。へぇ、はい、それは腸腰筋というね、引き上げ筋力をつける意味で、はいはい、起きたら23キロでバーッと動くから。23キロ、23、うん、おー、足をこう、はいはい、動きながらやって、はい、手を握手して、はい、これを最後にやります。ちょっとどれぐらいのスピードかっていうのをちょっと見てもらって、はい、これがいわゆる体幹が出来上がったっていう感じなんですね。今日23いけるっけ。あ、もうちょっと聞きます。いけるね、自走で行ける。あ、じゃあ、はい、でも、ちょっとちょっと、あ、でも、自分も行けるか、行けるから。あ、OK、OK、OK、 はい、自走で大体、あの、スピード感は上がってます。あ、これ、すげえ。いや、やる前めっちゃ自信満々。いや、じゃあ俺は23人知ってるから。いやいやいや、だからその違いを知ってほしいんだよ。いやいやいや、さっきのやつね。本当だ。はい、もう余裕でしょ。あ、本当ですね。なんかもう軽々軽々ね。長友ミルで行こうかね、種目。じゃあちょっと準備する。はい、はい、これからだから。これからやって走れるようにさせてあげようと思ってさ。あ、ありがとうございます、うん、これ特別なあの体幹チューブです、はい、骨盤の幅に合わせてます。で、結構きつめのやつがあるじゃん、チューブって。ありますね、はい、細くて短いとその股関節の関節に負担かかりすぎるから、はい、骨盤の幅に合わせて作ります。はい、キープね。はい、せーの、OK、こちら大丈夫。右はちょっとこう、はい、はい、はい、一回下ろそうか。一回やばいじゃなくてダメだった。ダメです。はい、耐えた耐えた。オッケー、よし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 。今スイッチ入ったね。はい、スイッチ入った。そう。じゃあここからトレーニングいきます。はい。はい、上げる。1、もっと。2、もっと。3、はい。8、下がってる。9、10、滑ったか。はい、オッケー。はい、逆向きましょう。
6、はい、7、8、9、OK! これを3セットやるんですね。3セット ?3 セット、3セット。そうです、やっちゃう？もちろんです。やっちゃうね。もちろんです。じゃあ2セット目いこう。はい。はい。1、2、振れない。3、9。はい、はい、はい、はい。はい、はい、はい。8、9。OK、グーグーグー。重要なのは、はい、ここでしっかり支えるってことです。連動っていうのは、ここで支えてから上げることが大事なんですね。はい、3セット目。8、9、10。OK。9。OK。これマジできつい。よし、じゃあ、はい、右肘ついて、自分が後ろからパンと叩くんで、はい、この音に合わせてピッと。ね。よーい、はい。OK、はい、グー、ナイス。あと3回。よーい、はい。ラスト、よーい、はい。よし、入った。はい、逆行こう。いいね。いいじゃん、ね。よーい、はい。よーい、はい。OK! よし、ナイス、ナイス、ナイス。はい、巻き腹のストレッチ。このストレッチ結構重要です。で、いい。じゃあ次、竹内さんが小学校5年生に。5年生やってる。やっと一回ちょっとチェックし。上げて。もうちょっと、もうちょっと、もうちょっと。もうちょっと上げる。もうちょっと、もうちょっと。もうちょっと上がりますね。はい、そうっすね。どう？行く？これで。いやー。行くよね。行きます。はい、よーい。はい。ストップ。1。2、3、ゴーイ！はい、よーい、はい、1、2、3、はい、ラスト、はい、10、2、3、1回下ろして、で、ダンベルちょっと、今スイッチ入ってるからね、はい、さっきよりも行くから、はい、よーい、はい、おーい、あー、オッケー、ね、もう瞬間で行きました、行きました、ね、こういう作り方、なるほど。ちなみに、はい、あの、上まで行くんですか、やっぱ、あの、トップの人、俺にチューするぐらい、ターンの時やっぱり首と一緒に、ね、向かなきゃいけない、はい、素早いっていうのは、ここがついてないといかない。もっと早く知っとけばよかったなこれ。よーい、はい、1、2、3、もうちょい行こう、はい、2、2、3、はい、行こう、はい、10、2、3、一回休んで、瞬間的に上がればいいからね、はい、はい、レディー、ゴー、はい、ポン、よし、オッケー、よし、あー、なるほど、入った、あー、すごい、これよし、やばいよ、これでも、まあ、スイッチが入れば、はい、できるようになったらね、逆に言えば、弱いところをどんどん俺の方で探してるから、あー、そこを克服すれば、まあ、絶対変わる。そうですよね。そう、これ、めっちゃ、めちゃ貴重かも。だって、あの、どこでもできるもん、言ったら。あ、そうだね。自分、YouTube 始めるんで、はい、6月くらいには、あ、YouTube 始めますかね、はい、よろしくお願いします。いいの、水分取んなくて。あ、ちょっと、アスリートの血がね、はい、あるんですよ。なるほど。ベルトも絶対いってやると思ってやってたんですけど、はい、やっぱりトップは違うわ。あ、本当ですか。ちょっと全然違う。ちなみに那須さん、フッキーとかとこう対人したことありますか。あるある。だって同じチームだったし。そうですよね。どうでした。いやいや、めっちゃ強かったよ。はい、俺練習で吹っ飛ばされたもんね。あ、そうですか。復帰すごいじゃない。はい、体こついし、もうフィジカルみたいな。まあ、東京ヴェルディ在籍だったんだけど、はい、復帰も一緒にね、戦ったんだけど、FC 東京、はい、長友佑都選手、はい、サイドバックで出てたんですよ、復帰と。もうもろマッチアップ、はい、めっちゃ止めてたからね。そう、俺は衝撃的で、はい、その後かな、その前かな、はい、日本代表選ばれて、はい、そっからもう大躍進、ブワーッ。なんか復帰止めた大学生がいるみたいな。そう、それまでの J リーグで復帰にまともに1対1でこう戦って対峙して止められるスピードでもパワーでも、はい、あんま見てなかったの、はい、で FC 東京でやった時もろにマッチアップもがっつりして、スピードでもパワーでも、はい、まあ、パワーっていうか、なんていうの、体の使い方もう完全に入れ切って、びっくりしたもん俺。かなり衝撃的だったけど悔しかったよね。なんかなるほど。練習であんな吹っ飛ばされてんの、俺が。那須さん、吹っ飛ばされることあるんですね。あるある、全然ある。やっぱスピードとパワーってすごく大事で、はい、スピードだけあってもしょうがないし、だからそのパワーの入れどこっていうか、はい、体の当てどころとか間違えると、はい、飛ばされたりするし。もうちょっと早くコバトレに出会って。いやいやいや、したら吹っ飛ばされなかった今セリエ行ってるかもしれない。もしかしたらあるかもしれないですよね、本当に、はい、海外でやってる、はい、ミュートとかね、はい、負けないじゃん。
飛ばされてもこう、はい、ワンってちょっと崩してもすぐ立て直すじゃん、はい、完全に負けるっていうのがないじゃない。こういうのもだから積み重ねですよね。いや俺感動してる。じゃあちょっと次ね、はい、イメージです。竹内さん、お、久保選手、ほう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 、こういう形、体幹ね、体幹腹圧かけてるからこっち反らない、はい、中2の時ですね。え、中2ですか。中2ですね。はい、こういうこれも中2ですか。ちなみに中2ですも中2、ちょっと不安定な状態させて3、全然5、6、7、8、こんな感じでやってるんですよ。あー、ゆうとのインスタとかで結構何度か見たことあるんですけど、これ骨盤も内転筋もほら脇腹がしっかり、確かにブレない、ブレてないじゃん。そういうのをやっぱ作っていかなきゃいけないからね。あー、コバトリメニュー、はい、ちょっと進化版です。はい、はい、腹圧かけてます。はい、で腹圧がかかってない人はどうなってるかって言ったら、こういうふうに隙間がありますね。はい、これをしっかり腹圧をフィット、はい、1、はい、伸ばす、はい、息を吐きながら、はい、はい、息をふーっと吐きながら、はい、1、はい、2、おいいね、はい、ふー、3、あらそう、はい、10、オッケー、はい、逆行こう、はい、レディー、いこう、1、はい、2、ふー、あらそう、はい、10、オッケー、はい、グー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 、これ3セットね、3セット、うん、オッケーっす。大体自分のコバトレって、はい、休みなしでやるんですよ。これ、あんまインターバル、インターバルかない、サッカーとか90分、45分、はい、ずつじゃん、はい、だから45分間ずっと休みずつ続けていく。あ、これずっと言いやんと、そうそう、体幹の体力もつけていく。じゃあ行きましょう、行きましょう、はい、3セット目ね、はい、1、はい、2、はい、3、ラスト、はい、10、 OK、 よしよしよし、はい、チーム取ろうか。はい、じゃあ1分30休憩して、はい、ラスト種目いきますからね、はい、ゴー、はい、ストップ、1、2、3、4、9、10、 OK、 よし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 、でも、うん、俺インスタで見てるんですよ、いろんな選手、うん、キレと、うん、パワーの感じと、ね、うん、全然違うイメージとイメージとね、はい、本当もうちょっとね、飛んでそうですよね、こういう、そう、もっと飛んでですね、そうそうそう、瞬発系のスイッチが入ると、はい、とことこでポンと飛べるからさ、ですよね、こういう動きをつけていける、はいはいはい、これ竹内さん、おお、ほらすごい飛んでるでしょ、はい、横に、ほら、この時中2ですよね、ピタッと止まる、止まるでしょ、ピタッと止まるでしょ、はい、ブレてないでしょ。じゃあ2セット目いこうか、はい、あ、早い、はい、3、はい、4、頑張れ、はい、はい、10、オッケー、よし、グッ、いや、こっちと両方連動してないと、うん、うん、そうそう、うまく飛べない、だいぶ分かってきたね、これがコバトレです、なるほど、はい、はい、はい、1、はい、2、はい、3、はい、4、はい、9、はい、オッケー、よしくー、3セット目が一番良かった、うん、ね、ついてはった、はい、1セット目と3セット目の違い分かった、はい、1セット目下半身しか意識してなかった、はい、これだけ、2セット目はグラッとなって上半身をちょっと意識した、3セット目は両方意識してた、自然と両方と連動してたっていう、ラスト行きましょうか、ラスト、ちなみに、うん、中学生の時に久保選手の23キロのやつ、うんうん、何セットやったんですか、5秒セット、ははは、うん、リベンジ、いけるいける、ただあとは全身の疲労がね、どこまで残ってるからですね、そうですね、1回10分作ります、オッケー、はい、いけるいける、オッケー、5秒をセットということ、はい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 
やれたっていうのは、まあ、初めてのアスリートも多分そんなできないと思うんだよね。まだ貯金があったってこと、あったってこと。伸びしろ失敗しろってなるもん。褒め上手な。いやでもすごいよ本当に。まあ理解しながらやれたっていうのが一番大きいのよね。なぜこれが大事なのかとか、はい、トレーニングの中でもなんでチューブつけるのかとかさ、理解してやってもらって、これをやることによってこういうふうに僕はなるんだみたいな、それをうちら教えるので、だからまあ理解できた、だから最終的なプレーができるんだということです。さすがですよ。いや、あれだ、もう息上がりまくってますけど。すごいすごい、よく喋れるなと思って。いや普通これやった後はみんなね、大概座ってるから。あ、本当ですか。うん、すごいよ。いや、もう火がついちゃって、もうこうやってできないことに笑われることにもう、ってくそ、負けつたまるかってなって。そこのやっぱりメンタル必要だもんね。そうですね、はい、諦めるのか、やり続けられるのか、やっぱり体感的、地味なんで、その地味なトレーニングをやり続ける人っていうのはやっぱメンタル強くなるから、継続してやることが今これから大事かなっていう。諦めない、力は体幹力につながる。ああ、なるほど。貴重なお言葉いただきましたし、本当にいいトレーニング内容というか素晴らしいトレーニング内容を体感させてもらって、ご興味ある方はもう概要欄の方から、ぜひぜひっていうところと、コバさんの YouTube の方でも、アップされるということなので、皆さんぜひぜひコバトレの方もということで、よろしくお願いします。本当に貴重なお時間、ありがとうございました。よく頑張りました。ありがとうございました。ありがとうございました。次はステップ2。ステップ2またあるので、ぜひお願いします。ありがとうございました。